ここにおいでになる一人の社長さんが私に本をね、塚本さんこれ読みなさいと言って本を貸してくださった。その本は中国にエアコンを売り込めという大の本でございました。大金という大阪でしょうか、このエアコン会社が今圧倒的に中国でエアコンを売っておるんです。どうして売り込むかというと、絶対に現金でなければ売らない、あるいは設備を頼むときは前金をもらわなければ絶対に、やってからでは絶対に嘘の国ですから、金は払わないと覚悟しなければならない。そこでどういうことをしたかというと、なるほどと思ったんですが、まずですね、ダイキンのですね、社員が行って、そしてこういう公共の建物の管理者や責任者を買収するんです。どんどんと飲ませ、食わせ、金を与える。それを続けると、いわゆるやがてですね、エアコンは義理でも買わざるを得なくなる。そうすると、次にですね、自分の金じゃないですから、公の金だから、あいつらはですね、全部汚職で、建築一つをするにしてみたって、ピンハネピンサネで実際に注文するときは中身は半分というのが、いわゆる普通の常識だそうです。だから、彼ら嘘の国については、そうやって公の人たちをまず賠償して、そしてそれに対して前金で自分の金じゃないからで注文する。注文してみると実は音が少なくって効率が良くって長持ちをする。こういうことでどんどんと中国の公の建物に普及をして、そして最後にはですね、いわゆる自分のうちにもですね、いわゆる備えた方が得だというところまでこぎつけたということが書いてあるんです。なるほどと私は思いました。こういう情報戦略というものが一つと、今皆さんがおっしゃったようにですね、やっぱり対等に交渉するには対等の武力備えがなければどうにもならないことは、これは当然だと思うんです。それとパンツ一枚で、先ほど申し上げたように鎧兜と一緒にですね、相撲を取ってみて争ってみたって勝てるはずないじゃありませんか。だから向こうはいわゆる陸軍だけで250万人の軍隊を持っている。日本は陸海空合わせて24万でしょ。全部合わせても10分の1ないんですよ。こんなものはまともに交渉しようなんてこと言う方は無理じゃありませんか。だからやっぱりですね、憲法のですねことは改正はもう時間がかかるとしても、そんな無視してればいい。そうやってどんどんとですね、防衛力を整備するということ、当面その間は集団的自衛権をですね、きちんと今度、まあ、ようやく昨日あたり麻生総理が言い出しましたけれど、インド洋行ってみたいで給与できるけど防衛じゃないんです。ソマリアでは日本の船がみんなですね、20何件すでにですね、いわゆるテロにあって、そしてイギリスやフランスに助けてもらってるんですよ。こんなバカな、日本の自衛官が行ってみたって警告の発射さえもできないんですから。こんなことでようですね、ソマリアのですね治安維持をするという16カ国の中へのこのこと日本は入っていってないと世界から笑われてるんです。だからやっぱりですね、私たちは持つべきものは持つ。特に私は今アメリカに来て忠告したいのは、日本は核兵器を作るぞと宣言をする。そうするとですね、北朝鮮でさえやってるんだから、そうとアメリカがちょっと回ってくれと、俺たちが責任を持ってですね、日本は核で守るぞという世界的に宣言させるまではですね、日本は核兵器を持つという努力をして、非核三原則なんてバカなことはですねやめよういうことが対中国に対するベストの交渉だと思います。